内萬。内萬、内萬は、モンゴル帝国成立以前の時代に、モンゴル高原西北部のイルティシュ川鉄地域から、上流地域、アルタイ山脈にかけて拡挙していた、トゥルク経由牧民で、後に、モンゴル化した、部族集団。漢字表記は、原始、現状筆ではの番。州史などのペルシア語表記では、ネイマンとして現れる。西は、 ジュンガルボンチの砂漠地域を挟んで、天山ウイグル王国と隣接し、北は昭アルタイ山脈をもって、ケムケムジュート地方及び、キルギズと東では、カラコルム山脈をもってケレートと隣接してた。終始、内ン部族史によると、チンギス間の勃興以前に、内ン王国ではその王位を、兄のナルクシュタヤンンと弟のイナンチャン、イナンチュ、ビルゲブクンで争っていた。 兄のナルクシュは一時、タヤン艦、大王カガンとして、内ン王国を支配したが、彼の死後、弟のイナンチャは、ナルクシュの子カジル艦の勢力を倒して、内ン王国を通した。また、同、内ン部族氏によれば、内ン部族を滑る君主のことを自ら、クシュルク藩、または、ブユルクハ藩と呼んでいたという。クシュルク藩とは、力強く偉大なる君主という意味で、武勇力藩とは、 命令を与えるものの意味であるという。内満は東にケレート王国と隣接していたため、ケレート王国の内紛に幾度か関わっている。イナン中間の時代、ケレート王国では、トーリル間、後の恩艦が即位したが、親族たちを粛清したため、トーリルのおグルカンは内満王国のイナン中のもとに亡命した。グルカンは内萬の軍事的援助によって、トーリルを撃退して、 ケレート王位を襲い、トーリルは逆に東のモンゴル部族の有力王族、イエスゲー・バートルのもとに亡命することとなった。トーリルは、イエスゲーとアンダのちぎりを交わしその援助によって、グルカンを打ち破って、聖火に敗走させ、再びケレート王位に復帰した。しかし、トーリルは復井すると弟たちなどを粛清し始めた、ため、内満王国のもとに亡命した、トーリルの弟の一人エルケからが、 内漫の支援を受けて再び、トーリルを追放し、トーリルは、聖火やウイグル、カラキタイ、西洋など各地を放浪することになった。やがてイエス芸の息子テムジン、後のチンギスカンが兄弟になったことを聞いて再び、イエス芸との縁故を頼って、モンゴル部族のテムジン陣営元に亡命してきた、と、聖無神勢力、修士、元士、県長必死などで一致して伝えている。イナンチュ。 ビルゲブク間の死後、その西であるタイブカとブイルクは、父の意気や愛を手に入れようとして、不和となり、二つの勢力に分かれた。ブイルクは、自分とつながりの深い数部族を従えて、アルタイ山脈に近いキジルバ場所の山地へ退き、兄のタイブカは、父の戸張殿と平原地方を保持した。1199年、両兄弟の争いが続いたため、 モンゴルのテムジンとケレートの恩官がそれに乗じて、ブイルクを攻め、多くの部民と家畜を略奪した。ブイルクはキルギスに付属するケムケムジュート地方へ避難した。その後、内ンの少佐部落がケレートに対して前線をしたが、すぐにモンゴルの援軍が入ったため、内ン軍は敗北した。1202年、メルキトの王徳とアベキがモンゴルに敗れ、ブイルクに援助を求めてきた。 そこで、ブイルクは、タタル、カタギン、サルジュウと、オイラトといった諸部族を集めて、モンゴルケレト連合に向かって、進軍を開始した。対するテムジンとンカンは、ウルクイカハンを去って、中国国境に近いカラウンジドン山の方向へ、退却した。内マン連合軍はこれを追って、カラウンジドンの山脈に入ったが、激しい吹雪にあって、多くの人が、東証にかかり、 さらに崖から落ちた人が多数に上ったため、遠征は失敗に終わった。1203年、ペムジンと反目した恩官が内満の領土を通過したため、国境守備の将校は彼を殺し、その首を王である大部下の元へ送った。しかし、大部下は恩官を殺したことに起こり、彼の頭蓋骨を銀の器の中に収めて保存した。 タイブカは日増しに勢力を拡大するテムジンに危機感を覚え、オングトの王アラクシリギとクリエ施設を派遣して、同盟を組もうとした。しかし、アラクシがこのことをテムジンに通告したため、同盟を組むことは、愚か、テムジンの進軍を促してしまった。1204年、テムジンが内満の領土に侵攻してきたため、タイブカはメルキ島を徳とは、ケレート首領、アリン大使、 オイラ島をくどかべき、ジャディラ都市狩猟ジャムカをはじめ、ドルベン、タタル、カダキン、サルジュートの諸部族と共に、半外山脈の麓に陣を張った。両軍が戦闘を開始すると、数では勝る内満軍が少数である、モンゴル軍と互角となり、次第に押されていった。この戦闘で、内満王である大部カが戦死し、その子のグチュルクは、アルタイ山脈付近に拡挙した叔父である。 ブイルク間の元へ身を寄せ、メルキト以外の同盟部族はすべてモンゴルに降った。この際、テム人はタイ部下の最小であるウイグル人のタタトゥンガを捉えて自分に使えるようにし、自分のモロコにウイグルコ及びウイグル文字、並びにウイグル民族の法制、慣習を教えさせた。1206年、モンゴルのテムはチンギスカン、チンギスカガンとし、 遊牧諸民族の帝王,王となった。クリル隊の解散後、チンギスカンは内満王となっていたブイルクカに耐えて侵軍し、ウルグタグ大戦の産地付近にある諸国で狩猟中のブイルクを奇襲して殺害し、その家族、家畜及び全財産を支柱に入れた。過労うじて生き残ったおいのグチュルクはメルキ島を得とあと共にいるティッシュガー流域の地方へ逃走した。 1208年、チンギスカンは、グチュルクとトクトアを撃つために、イルティシュガーへ向かって進軍した。途中、オイラ島その勢力に加え、グチュルクとトクトアをジャム川付近で攻撃した。トクトアは戦死したが、グチュルクはガろうじて逃れることができ、ビシュバ陸を経由して、クチャ地区へいたり、そこからトルキスタンの大艦、グルカンの朝廷であるから期待、勢涼をもむいた。 グルカンのヤリツジカロイニシエ、在位、1177年から1211年は、グチュルクを歓迎し、その娘を与えて目取らせた。ヤリツジカロイニシエはもっぱら狩猟と快楽にふけり、政治を衰退させたため、カラキタ遺族国、ウイグル、ホラズム、西から反アサの離反を招き、すでに一定の地位を築いていたグチュルクに、大い三脱機会を与えた。グチュルクはまず、 ヤリツジカロイニシエにイミル、カヤリク、ビシュバリクの地方に流浪している内満の残党を、急合し、ヤリツジカロイニシエのお供をさせたいと願い出て、ヤリツジカロイニシエから、グチュルク艦、兄弟なる君主の称号を与えられた。早速、グチュルクは、内満の残党を集め、メルキトの主張もこれに加えると、ホラズムとペルシアのスルターンであるアラーウッディーン、ムハンマド、ザイ。 1200年から1220年に協力を、仰ぎカラキタイ攻撃の準備を整えた。ホラズム軍は、カラキタイに侵入し、カラキタイの将軍、ターヤンクーを破った。1211年、1212 12年、グチュルクは、混乱に乗じて、ヤリツジカロコ一行を吸収し、その身柄を確保した。こうしてグチュルクは、カラキタイの王位を獲得したが、 ヤリツジカロイニシエが制御した1213年まで皇帝の称号を名乗らなかった。カラキタイの王位を獲得したグチュルクは、アルマリクの官であるオザルを復従させようとして、何度か兵を進め、ついに彼が出領中に奇襲して殺害した。次に、ヤリツジカロイニシエの娘であるグチュルクの妻は、仏教徒であったため、キリスト教徒であったグチュルクを説得して仏教に改修させた。 仏教徒となったグチュルクは、武力によって、ホウタンを支配すると、ムスリムであるそこの住民を無理やり、キリスト教徒か仏教徒に回収させようとした。また、イマームたちの首領であるアラアウティ・ムハンマドを、拷問の末、貼り付けの刑に処し、イスラームを捨てさせようとした。こうしてこの後もグチュルクのムスリムに対する迫害は、続くこととなる。1218年。 シンギスカンは宿敵であるグチュルクが、空き体で大いについていることを見過ごさず、ジェベノヤン率いる二万を包旦に差し向けた、モンゴルの清涼征服。グチュルクは、カシュガルに逃亡したが、すぐに追いつかれ、バダフシャンの山中で捕まり、残首された。内ンのアマリ州はモンゴルに再編されたが、その子孫は後に、ハンフビライケ連合たるヨンオイラと、ドルベンオイラと、ドーベンイラットの一角。 チョロース部を形成した。チョロース部から、さらにトジュンガル部が誕生することとなる。ジュンガル帝国、ジュンガル本体時国の滅亡後、清によって内モ古六名名49機が設置されると、上田、小カラスたち名の一つ、内ン、ナマン部一旗としてその名が残った。現在、カザフスタン東部で200万人以上の内ン族が居住している。 ラシードティーンは、ジャーミューイコールタワーリーフジャーミュアルタワーリック、州氏において、内満足の領域の地理的位置を記し、その名称がモンゴル語で、八つの数を意味するとつけている。その領域はダイアルタイ山脈、カラコルム山脈、エルイシラス山地、アルディシュ、財産、コ、イルティシュコ、イルティシュガは、流域、イルティシュガーとキルギス族の地方に走る産地を統合北は、 キルギス地方、東はケレート族の領土、南はウイグル地方、西アノ地方と、それぞれ接していた。ラシードティーンが、ジャーミウイコールタワーアリーフ、州市において、中央ユーラシア草原の遊牧民を大きく四つに、分類し、第三類、以前は、独立した主張を持っていたが、第二のチュルク系部族とも、第四のモンゴル部族ともつながりはなく、 しかし外観や言語は彼らと近いトュルク部族に内マンを含めていることからトュルク系の言語であったとされる。内マンの王、ンはシャーマン的不所の性格を帯びていたが、同時に前代以来の強いウイグル文化の影響を受けて、その文字、ウイグル文字を用い、比較的高度な文化を享受していた。また、ケレート同様、ネストリウス派のキリスト教も信奉していた。 ポールペリオの交渉によると、内満族には少なくとも3つの刺繍団があったという。内漫の君主は、カン、感、感、汗、王という称号を帯びていた。モンゴル帝国によって滅亡。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。